ようこそ来た。どうもそうじゃないそうです。ということで、もうちょっとねハゲちゃってるんですけどねハゲちゃってるんですけども、今さっきですね超乃木坂スター誕生ライブ初日終了しました。雨も風もすごい雨も風もすごいのに傘をささないね男なんですけどもね、やっぱ男はね傘ささないでいきますよっていう感じで、もう、まあ、今はねちょっと入る時よりね会場入る時が一番ね雨すごかったんですけど、まあ、今ぼちぼちということでね外で動画撮ってるんですけど、今もちょうどねライブ終わってすぐね動画撮ってるんですけども、もうね本当に最高でしためちゃくちゃ良かったっすね。もうやっぱ僕ねこのスタタンライブマジで好きマジで好きだなっていう、そう感じで、まあね今日、まあ、あんま曲のね多分ネタバレ瀬取りとかね、ネタバレしない方がいいと思うんで、まあ、ちょっとしないネタバレはねしない程度に感想を言うんですけど、ね、感想話していくんですけど、まず席ですね、まあ、今回僕ね席座席確認のね動画見てもらった方ならわかると思うんですけど、まあそのメインステージからはもうめっちゃね遠い、まあ C 扉みたいなね、C ブロックみたいなところだったんですけど、まあ横浜アリーナってね、あの外周と後ろにもステージ、があったんで、その後ろにねステージ来た時とかは結構近くでね、そこ規制だったり、あとオズワルドさんもね来た時があって、その後ろのステージに来た時があって、そういう時なんか近くで見れてね、意外と悪くなかったですね意外とね席も悪くなくて、でまあねそのスタタンブロックのねところに関しては、まあ、聞きたい曲もね聞けたりとか、まあ、あとはそれぞれのねこうソロ曲とかもね、もちろんありましたけども、まあ、何の曲やったとかはね、まあ、あんま言わないですけど、いや良かったっすね、良かったし、まあ、僕このスタタンライブ、去年も2年前も1日は現地参戦してその生でねご帰省の歌声聞いてるけど、もうやっぱどんどんなんか進化していってるなっていう、全員ご帰省の歌声がねほんととんでもないなっていう感じでね、もうめちゃくちゃ良かったっすね、本当に良かったし、でまあこれはね、もうライブ始まる前から発表されてたことなんで、まあ、ネタバレとかはもうないと思うんでね言っちゃうんですけど、今日のねゲストが人とようさんということで、花水木ねよきちゃんとの番組でもねやってた花水木えぐいまあ僕といえばね、いよきちゃんの歌声が一番好きじゃん知らないお前、別に知らないけど、まあ、僕いよきちゃんの歌声がね一番好きなんですよ、乃木坂メンバーの中でね一番好きなんですけど、そのいよきちゃんの歌声と、あと人とようさんがすごすぎる人とようさんえぐすぎるって、生で聞いたら、現地で聞いたらもう歌声やばすぎるっていうね、感じで、もう一曲人とようさんとご帰省で披露してましたけども、それもねめちゃくちゃ良かったしっていう感じでね、もう本当良かったっす、もうやっぱ好きやなって。でまあ後半のね、ご帰省ブロックいつもあると思うんですけどね、ご帰省ブロックも最高でしたと。ちょっと聞きたい曲、ご帰省ブロックでもねうわこれ聞きたかったわっていうね曲聞けたんで、もうほんと最高だったなと。やっぱね僕このライブマジ好きなんですよね、そのご帰省がねこの乃木坂以外の曲をこう披露して、でまあご帰省ブロックっていうねしっかりこの乃木坂の曲もやるよっていうね、このライブが本当にねめちゃくちゃ好きなんでね、ほんと最高だったなと。もう明日も行きたいぐらい本当は明日も行っちゃいたいぐらいなんですけど、チケットないんでね、まあ明日は配信で見るかなと思うんですけど、夜公演とかはね配信で見るかなと思うんですけど、ぜひね明日行く人は楽しんじゃってください。でまあ今回僕ねこのスタタンライブがおそらく今年最後のライブ現地参戦、だったんですけども、最高でしたね今年最後。もうなんかいつも以上にね盛り上がってたもん、なんか盛り上がった気がするもん、っていう感じでね今年最後のライブだったんですけど、現地参戦だったんですけど最高でした。もう改めて僕はご帰省大好きおじさんだなと、ご帰省最高ということで、今回はこれで終わりたいと思います。もう寒いしね、風も強いしもう髪も気持ち悪くなっちゃったし、ね、雨も降ってるしもう帰りますでもう帰りますということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。